ただきます。じゃあ皆さん乾杯。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。でもすげえ楽しみ今日のご飯。あ、ご飯か。急にご飯の話。サムギョプサル大好き。だって今日楽しみじゃない？サムギョプサル大好きなんだけど。あ、サムギョプサル最高。なかなか食べないもんな。サムギョプサル最高。ねえ今カメラで映った自分がデブすぎて聞いたんだけど。私たちちょっと、ちょっと待って、デブすぎない？あと異国感すごくない？この後ろのこれも。デブじゃない？デブじゃない？デブじゃない？嘘つくってめえがよ、うん、この間よくそんな太れるねみたいなことをシンプルに質問されたよね。どうしたらこんな太るんだみたいな。太ってんだけど。あ、いっか、かわいいし。よかったよ。腹減った。やばいわ。どうですか？渋谷の人生ポチャというところです。2人にぴったりの名前だな。人生ポチャ。いやポチャって意味何なんだろう。人生が、いや絶対違うって。かわい、なんかもっと素敵なさ、うん、なんか意味だよ。イケポチャみたいなことかと思っちゃったけど。いや、いつの名前じゃないじゃん。かなってちょっと思っちゃった。ゴルフじゃん。ああ全然違う。どういう意味？言っていい？うん。韓国のビニールシート屋台、ポチャンマチャを指す言葉。おポチャっての。へえ。韓国旅しようよ。岩切さんも入れてさ、韓国行っちゃうよ。どう？嫌か。そんなすぐ簡単に行けるかな。だってさ、2泊3日とかでさ、うん、行けそうじゃない？そう。で、プライベートで行くんだよ。いや、いいけど、せっかく行くんだったら撮るでしょ。ガチで撮る。楽しもうとか。せっかくやったら撮りたくない。エステしてたり。あ、すごい。綺麗にポチャれている。4人前だから信じられないの。緊張持ってるわ。あ、本当だ、美味しそう。お母ちゃん大好きじゃん。大好きだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの野菜は後からお肉と一緒にいただきますので。あ、これ食べちゃダメだ。食べとしちゃった。でもこれお箸が日本式でよかった。重たいじゃない韓国の箸。私あれすごい好きなんだけど。なんかすごい食べてる気分になって好きです、ね、私も。もうなんか良くない？指も強くなりそうだし。いやいや、掴みづらいわやっぱり。あれ好きなのよ。ちょっと重いくらいじゃないと。先っぽが細い軽い箸がいい。鉄のストローないかな。ストロー鉄でもいける。ナチセットについてる。わー、おにぎりです。え、これどうやって食べるんだ？セルフで。セリフで握る。そうです。こちらの手袋を楽しい。手袋つけてやんだって。え、マジやばいよこれ。ほら飛び込む。まあ混ぜるか。面白い。おにぎりといえば泣く子も黙るおにぎり職人おかんで。でもネギ嫌いとかあるからな。あー、そっか。でもうまく取れそうだね。うまくそうユーピーの方に分けてやればいいよ。全然いいよ。手でそれこそいけるじゃん。あのあれで。これは4人前。わー、はい、お肉4人前だって。ちょっと鈴木先生すごいですよ。やばくない？じゃあいきますね。やばい。おいしいよね。なんかとびこ入ってるよね韓国のさ。あ、金が硬くて入ってるかも。まあ、そうだし、うん、なんだろう、イカみたいな、タコみたいなさ、なんか、なんて言うの？イカみたいな、タコみたいな、なんて言いますっけ？いろんな種類があって、韓国に。ああ、そうなんですね。最近流行ってるのは、チュクミ。あ、チュクミ、チュクミ。お金ぐらい大丈夫なの、ディズニーだと。めっちゃうまい。お母ちゃん、絶対好きだよ。へぇー、マジで。あ、おにぎり握り始めますよ。あ、これ両手でいいのか。はい、入れられる？あ、すいませんね。指ちっちゃい。短いの指ちっちゃくないんだよ。指短い。ちょっとどうしても普通に握るもん。こうやって入れてください。お願いします。ね、うまそう。やばい。
赤ちゃんのおにぎりかわいい。ほら、うまそう。やば。めっちゃうまそう、赤ちゃん。赤ちゃんのだ、うん、ネギないから。ここまで作ってから。混ぜる混ぜる。いいよ、もっと食べて。いいよ、いいよ。いいじゃん、おにぎり。ピザも来るし。あとは混ぜるね。でも面白いね。ご自分で混ぜてください。だってさ、別に混ぜなくてもいいわけじゃん。一人でぐちゃぐちゃして一人で食べてもいいし。うん、そういう文化なのかね、みんなで。また来よう、ここ。近いしね。またここ来よう。お母ちゃんが作っててくれたおにぎりかわいい。なんか三角形じゃなくてさ、丸いさ、ちょっとライスボールって感じでかわいいね。いや、お待たせしましたな。あんた、こんなかわいいおにぎりの握り方すんだね。いや、もちろんしっかり握るんだけど、これなんか油とかいろいろ入ってて、また生姜、すいません、ぶっちゃけて。うん、おいしそう。高い。中野さん辛いの好きだからさ、ありがとう。待って、あ、待って、待って、あ、気をつけて。じゃあ、お母ちゃんが握ってくれたのおもろ。辛くない？丸くて。食べよう、うん、ありがとう、うん、食べてもいいの？うん、食べよう。やば、いただきます。焦がしていくか。なんかもろい。え？もろいから。はい、いただきます。まためっちゃうまいよ、これ。楽しいわ。うん。ごま油美味しい。めっちゃ美味しいです。やばい。ごま油だね。うん、中野さんのおにぎり美味しそうだな。うん。三角おにぎりだ。うん。あっという間に食べちゃうんだけど。うん、美味しいね。ごま油って入ってると美味しいね、おにぎり。ごま油って何でも美味しいよね、はい、うん、リムさんは韓国の方なんですか？そうですよ、日本語うますぎません？いや、うまいよね。ありがとうございます。どっちなんだろうずっと日本に住んでるんですか、昔から。3年、あ、4ヶ月ぐらいで。え、うますぎません？3年4ヶ月そうです。生まれた時から日本に出すぐらいのうまさですね。嬉しいです。仕事してたらこう、ずっと仕事してるんで、日本に来てたら結構こう、やっぱ毎日の。だって、発音とかもマジで、わかんないもんね、一切。はい、私も積み重ねがこんなに。うーん、だって韓国好きな日本人ですって言われるだろうなと思って一応聞いたんですもん。ほんとのなまん、おにぎりの感じだったらあんまペラペラじゃないよね。やばいよ、うまそう。おいしい、これおいしいね。うん、また来よう。食べてよ。ねえ、マジでうまかったよ。うまい、あっという間の出来事。おいしい。うん、ちょっと、お母ちゃんありがとう。すっげえおいしかった。うん、またいっぱい食べたいな。おいしいおにぎりだったな。うん、おいしい。これ待ってよ、締め。この後から分けよう。これとこれ一緒なんで、うん、あ、これお二人で分けますね。確かに分けとけばよかったね。ごめん、熱いもんね。ごめんごめん。はい、残る人。あ、
わ、ありがとうございます。あ、チーズも食べる。わー、美味しそう。場所を開けとかなきゃまず。うん。え、キンキンパだ。やば、美味しそう。はい。大丈夫、待って、ごめん。ごめんね。はぁ。はぁ。美味しそう。ずんどぶうまいよね。あんまり食べないな。マジ？うまい。もう食っちゃうよ。美味しそう。まついからさ、うん、冷ましちゃおうよ。うん。ダブ。ご機嫌だ。嬉しいじゃん、美味しいご飯をさ、昼間からさ、食べれるって嬉しくない？確かにね。でしょ？幸せなことだよ、うん、当たり前じゃないんだから、すべてさ。ねえ、お願いがある一個。何？キンパ食べちゃっていいですか？あ、食べないよ。やったー、絶対美味しいじゃん。いい？うん。やばい、ご飯しか食べてないよ、こっち来て。私はもう確かに。お肉はこれは大きいなのかどうなのかちょっとわかんないな。あ、すいません、ありがとうございます。あ、ヤンニョムキちゃん、ありがとうございます。すいません、下げてもらっていいですか？あ、ごめんなさい。あ、大丈夫か。あ、すいません、ヤンニョムキちゃんよ。ヤンニョムキちゃんよ。中村さん、これにつけて食べるんやで。あ、でもこれみんな食べてる。みんなで食べよう。あ、キンパ、辛い。辛いよ。なかなか好きだと思う。あ、こんな辛いの？辛いから。うん。チーズでどこにもなんない。チーズあるけど、はい、後味が。わー、美味しそう。見てほら。うーい。おへん。ヨネの鳴き声。なんで鳴き声。おへん。うまくない？美味しい。美味しいね。うん、もうチーズとか食べる。ね、うまいです。おいしいよね、やばい。え、ヤンニョムいっちゃっていいっすか？うん、ヤンニョムここからいっちゃっていいっすか？これ何？上にかかってるの？これナッツじゃない？ナッツじゃない？これもしかして、うん、同じこと言ったんだよ。確かに辛いな。うーん、キンパ辛いから、うん、あのおにぎりすごい美味しかったな。あ、よかったっすね。うん、ヤンニョムうまっ。ねえ、すみません、すみません。ヤンニョム辛い、ね、ヤンニョムか、はい、わ、美味しそう、ね、ヤンニョムさ、甘くてめっちゃ美味しい、うん、すごい。私もヤンニョム1個いただいちゃおう。ちょっと言わない。いやいや、中野さんがむさぼりするかもしれないから。うん、重いね。ね、おいしい。すごい重い。これ食べたとこより甘く感じちゃう。よかった。ん？はい、大根あり。大根あり？あ、大根？あ、辛いよ。はい。ブニョンって伸びるよ。最高。美味しいよ、こんな。うん、すごい伸びる。おいしいね。うん、幸せです。ねえ、このまま家帰って風呂入って寝たいね。うん、入りたくなっちゃうね。ね、岩切さんも来させちゃったね。確かにね。よかれる一方です。確かに、うん、間違いない。この間久々に会ったし。
わすごい、ね、いつの間にやらカットされて食べやすくなっているね、ありがたい、ね、おいしい。油がもうコップいっぱい、ね、お、すごい、ほんとだ。考えた人天才だね。うん、いいよ。サムギョプサルって家で食べるんですか？サムギョプサルって家で食べるんですか？これ国民の食べ物なんで、家にじゃあこれセットがあるんですか？いや、さすがにこの本の自体はちょっと無理かもしれないんですけど、家では普通にフライパンで焼いて、フライパンで焼いて、でもやっぱりこうやって余計な油を流した方が美味しい。僕の食堂とかサムギョプサル屋さんに行ったら大体こんな感じで油をこう流せるようになってます。すごい絵面だね。パーティーでやばいよこれ。わあ、ありがとうございました。最高のさ、本当に絵面がインパクトありすぎるぜ。巻いちゃっていいじゃん。一応が巻いちゃって、母ちゃん負けないね、そこだと立てば持てる、持てる。本当？うん、じゃあ、うちに置いておきますね。あ、すみません、ありがとうございます。すみません、すみません。ゆうぴが巻いたら任せてもらおうかな。巻いたちょっと前ごめんなさいね。よろしいかな。ナムルが好き、ナムルが好き、ナムルが好きの歌だ。確かにそう。ネギちゃう。ネギも入れるんじゃない？ネギそら。まあ、いや、巻いちゃったからいけないわ。正直いけないな。全然綺麗に食べれないわ。うん。うん、うん、いいよね、お野菜とかと食べるとさっぱりしてさ、うん、ニンニクうま、うん、おいしい。やっぱ4人前ぐらいの方が華やかだね。確かに。スンドゥブに大好きな卵入れてください。何にもこの手に入れちゃった。ヤンニョムポチャいただいて。ヤンニョムポチャいただいて。ヤンニョム居酒屋ってこと？ヤンニョムポチャリってこと？あれ？待って、もしかしてこの子お腹いっぱいじゃない？いや、そんなことないんだけど。口の中にさ、物が残ってる状態で喋るってさ、お行儀悪いってしてた。うん、うん、知ってたよ。知ってた。うん、なんか知ってた。でもさ、難しくない？食べてさ、テレビとかでさ、食べて、おいしいとか言ってさ、でも、ま、待ってもらわなきゃいけないわけじゃん。じゃあ、本当に行儀よくするんだってあればさ、パクッ、んーは OK？ んー OK で、わかんない、マナー講師の人によってはダメかもね。食べ終わりました、おいしいよりさ、とかなんかよくない？なんかまあ入れすぎないのが一番なんだろう。ちょっと入れすぎちゃうがち、私もそうなんだけど、飲みすぎまですごい時間かかっちゃうっていう。確かに。
これ、中野さん、行儀悪くない？もごもご。今、もごもご喋って。ちょっとさ、喋りたい時あるじゃん。なんか食べた後さ、デザートとか。何が行儀悪いんだろう。結構、バンじゃない、行儀悪いこと。わかんない。何がいけないの？口の中のものが出そうだ。ちょっとあんま汚いね、この話がいろいろ違反だね。ごめん、うん、食べよう。どうぞ。ヤンギョもいただいていい？ちょっと箸の持ち方が上か下かでも言われたりする。下に下に持ちすぎじゃないですかと。うん。じゃあ行っちゃおう。行っちゃおう。いつもの癖で口に物がある状態で行っちゃおうって言ってた。いやもういいんじゃねえの。全然気にしてない。盛りだし。許容だと思いますけど。うん。まあよっぽど嫌な人は見ねえんじゃねえの。うん。オカリナの産地のその葉のしずくが私のスカートにめちゃくちゃ当たって、あーごめんごめん、見てほら、あ、本当だ、うわ、本当だ、ごめん、朝露、朝露乾く、ごめん、気にしないで、はい、触ったから寄りついちゃった。何してくれてんの？ごめんごめん、産地の朝露がついちゃったわ。取れた？うん、ちょっとやっぱ今ちょっとスカートに水こぼしちゃったから。いいよ、あ、ほっと、じゃあこぼすか、出ていくね。出ちゃった。難しいよね、この巻くのさ。巻きすぎなんだよね、多分。入れすぎ？一回で。ハンバーガーじゃないんだよ。っていうくらい入れてる。もしかしたら、いつも負けないの。プライベートの海外行ったのか。うん。どこ？中国、韓国がそう。めっちゃ口に入った状態でしょ。全部あった。中国とカンボジアと台湾。台湾。うん。なんでその3つで。移り住もうと思ってて、中国パンダが好きで。へえ。1回行こうと思って行ったら食事が甘すぎて無理だなと。何歳ぐらい？21の時に。へえ。病院やる前。うん。看護師の時。カンボジアはアンコールワットに来たっけ。一人で妹と。妹さん、お金出す代わりに全部やってもらっちゃって。妹もパンダが好きだから中国に住みたいですね。うん、上野に住めばいいんじゃない。一緒に住めじゃん。じゃんなんか昔やってた、昔の今もやってんだけど、世界丸見えのザ・ベストってやつやん。パンダと暮らす少年っていうのやってていいなと思ってて。中国行けばパンダと住めるって思ってて、その自然省のパンダのとこ行って、お金払えばパンダ抱っこできるよそこ。今もか分かんないけど、コロナになっちゃったから大人パンダとこれぐらいの距離で写真撮って子供パンダ抱けるの。でも食べ物辛すぎてもちょっと全然甘すぎて辛くなっちゃって寒いですよ。ピューはだって結構行ってるよ。家族でも行ってるし。小6の時で小学校休んでさ、お母さんと、そうだね、家族でニューヨーク行ったね。かっこいいよね、クリスマスも。うん、しかも小学校の先生にさ、親がさ、海外旅行行くんで学校まであんのよ。海外旅行入るんで学校休ませてくださいって言ったら、いいじゃないですか、行ってきてくださいって言って、大久保先生っていう面白いお母さん先生。素敵、素敵。行った、元気かな、大久保先生。うち卒業旅行は親のお金で、うん、中国とバリ行った。うん、何で向こうも行ってんだ、今思えば。違うメンバー。同じメンバー。同じメンバー。ラクロス部のメンバー。うん、やっぱ無知だったからさ、パリ行った時さ、現地のもの着たがるじゃん、日本人って。うんうん、ここからさ、ここまでのワンピースとかさ、めっちゃもうとんでもない数って言ってさ、安いんだよ、2、300円とかで買えるさ。でみんなで来てさ、なんかネックレスとかもつけてさ、腕輪とかもつけてさ、ドリアンとか見たりとかしてさ、なんかタンクトップも売ってて、そのタンクトップ買ってずっとバリ中来てたんだけど、それに書いてたのがファックテロリストって書いてある。やばいよね、今思えば。何にも来なくてよかったよ。ファックテロリストって書いてるシャツ、そう。それでずっとバリ中。外人が確か変なリアクションしてたんだよね、街行く人たちが、おーみたいな。
怖いよね。怖い。今思えばね。この国道。チヂミとネギうまい、うん、お肉とネギもおいしそうですね。うん、当然もあ、はい、かわいい、ありがとうございます。これは取った方がいいです。ケーキとふわふわあ、あれその後の顔、後の顔なんで取るんですか。顔がもう死んでたよ。え、ふわふわの顔してなかった。私怖えとは思ってますか。ふわふわ死んでる。ナチュラルにやってました。ナチュラルにめっちゃ怖かった今。ふわふわ赤ちゃん戻るの早い。ふわふわ赤ちゃん戻るの早い。お腹いっぱいだからそうそう。でもデザートは別なんだ。おいしい。寝転んじゃってる。うん。寝てるのに自分より先に優しい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 。ふわふわ最初っていうか最後がふわって溶ける感じ。口どけが、うん、軽い。ひどい。アイスコーヒー頼んでさ入れたら。そうだね。アイスアイスはホットコーヒーか。両コロに溶けていく、うん、あのターミネーターみたい。 I'll be back。 めっちゃおでこ綺麗ですね。綺麗、うん、私、うん、本当、うん、嬉しいんですけど、うん、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですね。また来ましょう。皆さんもぜひ居酒屋ポチャ。人生ポチャ、人生ポチャ、ね、同じこと2回言ってるって感じですね。人生ポチャ行ってみてください。バイバーイ。